中国電信古墳有限公司、略称中国電信、チャイナテレコムは、中華人民共和国最大の優先電気通信、PHS、CDMA、4GLTE 事業者である。1994年に有電部参加にあった、電気通信事業の運営部門である、電信総局を分離、国営企業とし、1995年に、中国有電電信総局となる。 2000年には固定通信事業と移動体通信事業の2社に分割が決まり、それぞれ固定通信事業は中国電信、移動体通信は中国移動となった。その後さらに衛星通信事業会社がスピンオフし、中国衛星通信となった。さらに2002年の中華人民共和国国務院の通信事業再編政策により、 旧中国電信が南北に分割され、旧中国電信の北部10小子自治区の資産と事業は新中国盲通に吸収され、残りの21小市自治区の資産と事業を継承し、新中国電信とした。ただし、中国電信と中国盲通は長距離通信、インターネット接続の分野では、お互いのテリトリーを犯しても良くなっていて、この分野では、 全国的なサービスを展開している。2002年にニューヨーク証券取引所と香港証券取引所に上場。依然として中国電信は中国最大の固定通信会社である。2008年には第三世代携帯電話の実施を目前にして3つの通信メガグループに集約する業界の再々編成で中国移動通信は中国鉄通を参加に収め、 中国電信は中国連波通りの CDMA 回線事業を譲り受けし中国衛星通信を中国電信の子会社化することが発表されている2009年4月から 3G の営業を CDMA2000 で始めている2009年内に500都市で営業を始める予定2013年12月から 4G の営業を TDLTE で始めている 2014年6月から 4G の営業をフロッピーディスクドライブ LTE で始めている。MCC と MNC の利用状況。LTE ネットワークの周波数の割り当て状況。ありがとうございます。